構今ちょっと鳴ってる時の感じがちょっと荒いというか硬いというか、ね、そういう感じの音に聞こえ、自分では聞こえる感じですね。上の歯もそう感じました。上の歯の方は割と綺麗というか、うん、まっすぐ感じです、その下のエルフィスとかが結局フィスト D ですよね、うんうん、ね、音色、これはね、音色じゃなくて、単純に下に外れてる状態です。下に、はい、だから、多分マウスピースの位置なんですよ。なんか極端にフィスが最近外れやすくて、外れやすくて有名な有名な気を吹いてあげる。ちょっとフィスだけ吹いてあげる。首と口で持ってってますね。口でも、うん、もうちょっと腕でも、その、そうそうそう、フィスミが出そうな感じに。そう。あー、ちょっと左。その発音するときにちょっとこう待つじゃないですか、はい、待つのが悪いわけじゃないんですけど、待つポイントが この辺なんです。
口先で混ぜると、はい、あるいはお腹で待つか、そう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 、ポイント、喉を、はい、せーの、はい、もう一回やってみよう、はい、もう一回やってみよう、そう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 、だいぶいいですね、ですね、タンタタンがなんかやっといい、だからバタついてたのが吸う時じゃなくて吸った吸うと音を出すの間のがここで止める間を取るためのバタついて、ちょっと待ってってやってるわけですよ、ね、ちょっと前も言われたことがあるやつかもしれない、前はなんかちょっと低めのメロディーの曲をやった時に、もう完全にすごいそれが緊張に出てたんですよ、でも多分これね、確信だと思います、その、この辺で頑張るのも、肩を上げるのがあんまりやってなかったりしたのも、その根っこにあるのはこれだと思いますね、でこれの原因が、もしかしたら、なんだ下唇優位で吹いてこなかった過去、歪みみたいな、そうですね、そのタイミング取らないとどうしようもなかったりとかかもしれない、そのなんとかしてきたなんとかがその作用してる、そうですね、だからそう、この喉でタイミングもバランスも取るというスキルが今ね、居場所がもうないくなってきてる状態というか溢れちゃってましたね、確かに、前はそれ使わないと何も成立しないような状況だったのかもしれないですけど、うん、それは意外と今これやったことある曲で、コンバートを吹いたことあるんですよ、ね、もう10年ぐらい、10年以上なんで、だからっていうのもあるかもしれないです、だから、味方につけましょう、この居場所のないやつを、はい、あの感知はできますか、やってるなっていうのは、多分今ならできるかもしれない、じゃあやってるなっていう時にもう何すべきか教えてくれてるありがたい存在ってことにちょっとしてみましょう、だからやってるなって気づいたらよし唇に流そうみたいな、停滞してるよし、はい唇でどうぞみたいな交通整理ですね、はい、だからやってるな、あ、君ね、行き先もうちょっと先よって教え、そうですね、教えてあげるといいと思う、喉にホルン吹くときは行き先もうちょっと斜め前上ねって、はい、いいですね、吹いてみましょう、教えといてあげるかといいかも、
あるいは入り口と出口一緒って考えてもいいかもしれない。それ、でもそうやって見ていくと吸う時もやっぱり喉が、喉が開いて吐く時閉まってっていうお喉さんが、なんか喉で代わりをしている状態ですね。なかなか離れてくれない感じがしますね、仕事をしようその仕事、多分ね、そうなんですよ、あのもう仕事しないでって言ってもね、そんなそれだって言うこと聞いてくれないと思うから、なんか仕事与えましょう。音をきれいにすることが仕事だってことにしてみるとどうなります？出すことじゃなくて、アスファルトであって、掘削じゃない掘削機と舗装機を兼ねてましたね。だから息を吸うのも吐くのも振動を作るのも、そして音をきれいに響かせたりするのもやってたんですけど、4つ目だけでいいってことですね。ポルフォトキも、歌うときはもうちょっと振動もあるので2個あるんですけど、ということはその喉とか声で言うと、このあううん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 とかさ、こうやって響きを変えるようなことはできるじゃないですか。その感覚が鋭敏で発達してるのかもしれないですね。だからその感覚で他のものを子供と遊んでる時とかやってる、いろいろ変な声歌ってあげたいとか、いろいろ語り絵本を読むとかいうのは最近すごいやってる。ホルン吹く時はやっぱりその能力は何を、音をきれいにするためです、出すためじゃない、出せないですよね、そこで。結局オーブンの空気の出入りもそこで起こせるわけじゃない、通過はするけどね、そうですね、工事現場で料金所も兼ねちゃってる状態工事現場通過する車から全部お金取っちゃってみたいなで渋滞起きるし単純に通りが良くなります、じゃあ最後に冒頭を、喉さん君の役割を音をきれいにするところだよって、教えてあげながら、
開かずに止まって、はい、一番顕著にね良かったのがね、あのディップスラーが今日初めてできた、てか今まで初めて見たかも、なるーっていうのが、はい、ディップスラーできるようになりました、ね、いいことですかね、さっきのあれが聞きました、ここが、はい、うん、音を上げ下げする仕事からより解放されて、こっちが代わりにそれをやり始めてました、はい、うん、ディップスラーっていう音、まあ、マニアックなんですけど、ディップスラーサウンドが聞かせたいんですよ、今できた、あれ今できた、だからもう喉にね、積極的に音をきれいにする仕事をもっとやらせてみてください、遠慮なく、喉仕事したがってるので、もっと振ってあげて、その仕事きれいにする仕事、多分それだけでね、あと噛み合うと思います、喉にもっともっと音きれいにしやがるもんやろうってやる気があるので、喉が、うん、めっちゃきれいにするぞ喉で、綺麗な音出すの、うん、せーの、喉で綺麗な音、中心主義で、仕事は分担、うん、確かにちょっとです、ね、あの初めはあの、まあ、なんか状態でしたけど、前の時とかはあ邪魔なんだダメなんだ的な風みたいなイメージはあったので、うん、それを言われた時にそう思い出したんですけど、うん、なんかむしろこれ自分のあ、なんか使える、はい、むしろ、はい、武器とまでまだいけるか、自信まではいかない、歌うってことだから、はい、これこそね、うん、それに近いイメージ、はい、歌うイメージになんか自分に近づけた感じ、はい、喉は何するの、歌うって、うん、発音しないよ、息吸わないよ、息吐くのもしないよ、歌うんだよ、こっち方向で一つ手に入れて、うん、手に入れたらよかったですね、はい、なんか絶対こういう楽しくっていうポイントがなんかもう今日吹いてないところでもすごいいいところいっぱいあるんですよね、うん、そうですねこの激しい歌う激しい歌みたいなのがすごいあるんですね、ちょっとまた実践練習したいと思います、ぜひ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、銀色ってわけじゃない、うん、あ普通のラッカーなんですよ、モンラッカーじゃない、うん、白っぽく見えますね、はい、これが本当にいいのかなんか怪しいので